こんにちは。今日はしろっちと黄色っちが車で登場したよ。ブーン。で、今日はちょっと難しいペンギンさんを作ってみようと思います。じゃあしろっちと黄色っちは降りてね。よいしょよいしょ。じゃあ作ってみたいと思います。まずはこれをちょっと溶かして、よいしょよいしょ、分解します。ちょっと難しいので、ママとかパパが手伝ってあげるようにしてください。最初に胴体の部分と顔を作ります。まずこれとこれをくっつけます。黒いブロックと白いブロック、それをここにくっつけます。こっちだ、これだ。ガッチャン、よいしょ。そしてもう一つそれを作ります。かな、こうだね。せーの、ガチャン。そうしたらこれを合体させます。こうだ、しょ、おっきいペンギンさんができるよ。よいしょ。はい、足の部分をつけます。足はこれ、青と赤。よいしょよいしょ。そして、そしてお目目をつけたいと思います。これ間違ってる。こうだ、こうですね。縦だ、縦で。ここに、これ難しいな。ここにつけたいから、よいしょ、一回取って、目をつけたいかな。こっちが上だ。難しいですね、これは。じっくり考えながらやった方がいいかもしれない。よし、これで大丈夫のはずなんだけどな。これがお目目です。こういう感じで。こっちもつけます。そしてペンギンちゃんの手をつけたいと思います。では青と緑の手をつけます。青と緑の手をつけます。ここにつけて、こっちだ。ここにつけます。こうしてつけて、ちょっとペンギンらしくなったかな。そして、足なんですけど、足がこれだ。赤と黄色の丸。
を合体させて、よいしょ、ペッコにつけます。反対側も緑と黄色をつけます。こうだ。おいしょ。じゃん。で、それで最後はくちばしをつけます。ここにくっつけて、これで完成です。やっとできた。難しい。こんな感じです。カラフルなペンギンができました。パチ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 。ちょっとかわいいというよりかっこいいね、このペンギンは。ペンギンさん、よっち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 っていう感じで歩きます。これで完成。じゃあ今日はこれでおしまい。またねー。